皆様こんにちは、こんばんは。いつもいちご農家の、動画を見てくださってありがとうございます。本日はお客さんからよく言われるいちご農家さんっていちご食べ放題でいいねって言われるので、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。いちごはこういうふうにたくさん取ってきてパック詰めをして、でこちらのよくスーパーだったり直売所で見かけるパックの姿に変わっていくんですけど、あんまりいちごってロスって少ないんですよ。ですね、だいたいうちはまだあそこに積んであるんですけど、1日で30キロから60キロの間でいちごが取れます。でそのうち綺麗な形のものはこっちの綺麗なパックの方へ、小粒だったり形が悪いものはこっちの大皿の方へ入っていきます。これでだいたい100% 中の 80% ぐらいがこれで振り分けられて、次の日か取ったその日にはだいたい売れていきます。で残りの2割ぐらいはこっちの果熟っていう取り忘れですね。でその日のうちに出したら、もうその日のうちにカビが生えちゃったり崩れてしまってダメになってしまうイチゴがだいたい1割2割こっち側に出てきます。でこっちのイチゴもみんなヘタを取って冷凍イチゴにしちゃえば、こうですね、こういうジャムになって、こっちのパックと同じぐらいのキロ単価で売れるので、ほとんど捨てるところがないんですよ。で私のところは 10R っていう一人で回せる栽培規模でやってるんで、夜中自分が夜鍋して仕事をすれば残りはなくなるんですけど、これがもっと大きな規模でアルバイトやパートさんを雇って作業する規模だと、この果軸だったり手でグッて押し込んであったり、ズルって皮を破いてしまったり、そういったものがもっと大きくなってしまって、いちいちヘタを取って冷凍する処理をしている時間がないっていう方は、これが何キロ何十キロになるんで、そういうのは、食べ放題になったりしますね。私のところはまだ手の入る余裕があるので、捨てるところはこうヘタを取って、でここが硬いところがあるんで、ちょっとナイフでチュルッと取った本当に食べるところがないようなところくらいしか廃棄がないですね。で、あとこちらにちょっとサンプルを置いたんですけど、ちょっとカメラの度合いで見にくいかもしれませんけど、いちご農家しか食べれないような美味しいいちごがあるんですよ。ね、これが果熟なんですけど、いい果熟の発酵果っていうヨーグルトとか納豆の人にとっていい腐り方をしたいちごです。これもふわふわですごい柔らかいんですけど、中の美味しい成分が暑さのせいで発酵してるんで、めちゃくちゃ甘いです。でこっちが普通のこれからパックに詰めようと思ってる標準的ないちごです。キラキラしてるで張りがあるのがちょっとわかると思うんですけど、でこっちは通常の果熟っていう。熱くて熟れてしまって、柔らかくなってしまっても、お客さんの口に入る頃にはもっとぐじゅぐじゅになってしまって、今の段階で弾いておかないといけないなっていうイチゴになります。こっちの方が濃い赤色で、こっちは白身がかかってるんですけど、これのが取り忘れてしまうと、こっちになったり、こっちになったりします。で、体感なんですけど、こっちを取り忘れると9割ぐらいがこっちになって、残りの1割ぐらいがめちゃくちゃ甘い発酵して白いイチゴになります。こういうイチゴは、イチゴ農家だったり、イチゴを作ってる人しか食べれないイチゴなので、ぜひ皆さんイチゴ作ってみてくださいね。で、そうですね。で、流通の関係で、市場に出すと
今日取ったこのいちごも1日か2日しないと食べれないんで、うちは、取ったら数時間かその日のうちに皆さんの直売場に並んで、早い方は朝買ってもそのお昼には食べちゃうって方がお客さんが多いので、わざと完熟っていうできるだけ真っ赤にした取り方をしております。これが市場の方だと、こっちのわざと白いのを残して、で収穫してから1日2日経つと勝手にどんどん色んできて、スーパーに並ぶ頃にはこういう綺麗な赤色になるようにで計算して、時期によって白身を調節したりしています。私のところはいちご農家さんが少ないんで、出したら出した分売れていく地域ですので、できるだけ甘くて美味しいものが皆さんの口に届くように、ギリギリの赤さで取っております。とこんな感じですね。というわけで、うちは、加工する手間があるんで、ほとんど廃棄のいちごは残らないです。もし、大規模ないちご農家さんが近くにいて、買いますよってことができるんでしたら、もしかしたらお安く譲ってくれる農家さんがいるかもしれませんね。はい。では本日は、まだこれから1時間2時間夜鍋していちごを詰めないといけないので、以上となります。うちはあと、1ヶ月ぐらい、6月の10日ぐらいまでいちごを取ったら、シーズンが終わって苗のシーズンになりますので、編集する時間が取れますので、またゆっくりの一応細々と編集をしたものをこれから上げていこうと思いますので、6月の中旬から下旬ぐらいにまた新作を上げると思います。それではまたよろしくお願いします。